ゲリメルは六代目で最後のバンダル王国の王である。ゲリメルは建国者ガイセリックの彦で、四代目の王、トラスムンドのマッテー・ゲラリスの子である。ゲリメルは、戦士の誉れは高かったが、権力欲と物欲の強い人物であったという。ムーア人に対する敗北に乗じ、530年に、ゲリメルはクーデターを起こして、ヒルデリック王を廃し、自ら王位に登った。 この政変に対して、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は、親ローマ政策を取っていた、ヒルデリックの側に立って、ゲリメルにヒルデリックの福井を要求した。しかし、ゲリメルはそれを拒否し、ヒルデリックとその老い、エウアゲースを遊兵し、エウアゲースのニーホアメルの目をえぐった。これに対し、ユスティニアヌスは、ヒルデリックの身柄引き渡しを要求したが、 これも拒否された。ローマ帝国の復活を企んでいたユスティニアヌスは、これを口実としてバンダル戦争を開始し、ベリーサリウス率いる遠征軍の派遣を決定した。これを受けて、トリポリがバンダル王国から東ローマに寝返り、サルディニアへと年貢取り立てに送られたゴダスが離反した。この動きに対し、ゲリメルはトリポリは諦めたが、 兄のザノンをサルディニアへと5000人の軍と共に送った。アフリカのスタグヌムに上陸したベリサリウスは、首都カルタゴを目指して進撃した。この法を受けた、ゲリメルは弟、アマタスにヒルデリックとその親族を殺させ、軍を動員して、迎撃に向かった。ゲリメルはデキムムというアイ路で、ベリサリウスを迎え撃とうとし、533年9月13日に、両軍は激突した。 ゲリメルは、アマタス隊に陽動として、海を右手に見ながら進む、敵正面に攻撃をかけさせ、追いのギバムンド隊に敵の左翼に回り込ませ、そして自身の部隊が背後をつくという作戦を実行に移した。しかし、この緻密な作戦は、各隊の連携が取れずに失敗し、ゲリメルは、ヌミディア方面に敗走した。その後、ベリーサリウスは、カルタゴに入場した。 ゲリメルは、ローマ軍の将兵に、賞金首をかけて、残存兵やムーア人に、ローマ軍に対するテロを行わせつつ、ムーア人に協力を仰いで軍の再建を進めた。そしてゴダスを殺した、ザノンが戻ってくると彼と合流し、カルタゴへと進撃した。アリウス派教徒やローマ軍の紛俗部隊を味方に、つけようとしたり、敵を、 カルタゴ市街へとおびき寄せようとして失敗したため、ゲリメルはカルタゴを去った。そこへ、ベリサリウスが出撃し、533年12月にトリカマルムの戦いが起こった。ゲリメルは再び敗れ、ムア人の住むパプア山地のメデウスに逃げ込んだ。ベリサリウスは、ヘレル族部隊の隊長ファラスに、同地の行為を命じ、ファラスは力攻めで失敗した後は、 兵糧攻めをした。ファラスの降伏すれば、元老院議員として、余勢を送っても良いという降伏勧告に対し、ゲリメルは長らく食べていないパンと涙を拭うための、海面、そして自らの悲運を歌う時に奏でることを求め、それらを受け取った。それから3ヶ月後、劣悪な生活環境に耐えかねた、ゲリメルはついに、ローマ軍に投降した。ベリサリウスとの会見に臨んだ。 ゲリメルはなぜか大笑いをした。周囲は、彼が極度の悲嘆に分別を失ったと思ったが、知的な観察者の目には、この悲痛な状況での不釣り合いな歓喜は空虚で、移ろいやすい、人間映画の風景など何ら深刻な瞑想に、値しないという教訓と感じられた。帝都コンスタンティノープルへと送られた、ゲリメルは、外旋式の見せ物として惹かれてユスティニアヌスと、 コーヒテオドラに、真珠の礼を捧げた後、元老院議員として迎えられた。ゲリメルは、ガラティア地方に領地をもらって、そこで家族と共に余生を送り、553年によ去った。ありがとうございます。